どうも、こんばんは。品川家ゲーム実況です。今日は、歳三さんと一緒に、デッドバイデイライトをやっていきたいと思います。どうも、こんばんは。歳三です。ランチいいっすよね。2時間ぐらい、ランチで2時間って結構長いじゃないですか。その後もいろいろできますしね、はい。そうなんです。午前中ジム行って、ランチ誰か食べて、夕方まで仕事して、夜ゲーム実況みたいなことも全然あり得るし。すっごい充実勝ちですよね。もうそうなってますよね。一日は、はい。もっと言うとモーニングでもいいですけどね。まあ嫌ですよね。モーニング誘われたら。モーニングはそうですね。僕の場合、例えばなんか7時に歳三さんと待ち合わせするじゃないですか。はい。そしたらもう出るしかないじゃないですか。家を。はい。そしたら一日めちゃめちゃ長いじゃないですか。ああ、そうですね。そうなるともう、勝ったって思うんですよ。7時に家を出た男として、その日一日、もう、勝ちですよ。確かに。朝に食べに行けるところってすごい限られてないですか。定食屋とかで、焼き魚と、みたいな。いいですよ。なんだったら築地まで足を伸ばしてみますか、みたいなこと言って、まあ今築地じゃないか。豊洲ですか。豊洲の寿司屋とか。はい。そういうのもいいですし。モーニングしますか。先月、中2日空けて2つお仕事があったので、東京で。はいはい。もう思い切って連泊したんですよ。はいはい。工藤さんとか三田寺さんとか、ショコラさんとご飯行けたりとか。はい、楽しかったなーっていう、その、はい、成功体験がもう頭から離れないんです。うっすらモーニングから話変えました、ね。たまにはね、歳三さんを日の光に当ててあげたいっていう僕もね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもお邪魔しました。じゃあ、東京来たらモーニング。もう、いいんじゃー